ジンジャークッキー2個、釣り型のチョコ1個、マシュマロ1袋、ストライプのキャンディー4つ、チョコがけのドライストロベリーが…足りない。あ、はい、お疲れ様です。容器は足りているんですが、中に入れるお菓子の量が揃ってないみたいで。あ、私ノルマ150セットなので、それ持っていかれてしまうと。いくつ発注されているんですか？お菓子の方もそんな感じだったり？そうですよね。だけど私、9時までには全…そんなわけにはいかないってば。発注見ましょうか。朝出したクリーニングも夕方前に上がる。今から出しちゃってもいいかな。マミミさん、リンゼさん、特急のクリーニングをこちらの袋にお願いします。あ、書き置き。お疲れ様です。お疲れ様です。おお、お疲れ様。放課後軍団来た。軍団とは決対な。生放送からのご帰還かな。はい、ただいま戻りました。ちょっと失礼します。あ、リンジちゃん、この袋じゃない？クリーニングかい？うん、リンジちゃん、明日も同じ衣装になっちゃって。クリスマスゆえ、どうしてもサンタの召し物をと。ああ、それは大変だ。一回来たらそれなりに寄れるしね。ええ、急に決まったものだから私たちも来たのよ。あ、みんなが来たらどうなると？みんなで洗ってドライヤーをかけるんです。おお。手袋だのケープだのリボンだの、とてもじゃねえけど一人じゃ乾かしきれないしな。マイドライヤーピンク、ブルー、イエローの当て布、グリーンのスチーマーよ、レッドのアイロン。衣装は絶対間に合わせます。おお、やっぱり軍団じゃん。ファミリーという意味でしたら。だけど葉月がいないよね。袋に入れておくだけで大丈夫なのかしら。あ、いないんだけどさ、これ。
伝言？まみみさん、リンゼさん。そのメモ、袋についてた。あ、じゃあやっぱりこれ、クリーニング入れなんだ。さすが葉月ばーい。ああ、不在だというのに、なんという存在感だろう。見えるんだね、きっと。何が見えるんですか？明日のこと。超能力じゃん。あ！発注先で相当。出荷履歴は。おかしいな。全量昨日着で手配されてる。あ、そろそろメッセ入れないと。あれ？メッセだ。あった。どうしたんですか？統括部、出て。いやキリリンの言う通りだなって。三峰さん、週末の資料が午後便で届くかもしれません。事務所に来られているなら18時以降玄関前に納品されます。見えてる。この時間向こう電話取るの遅いみたいなので、待ってる間に別件です。あ、恐れ入ります。駅前店ですけれども。魔法です。ああ。箱一つ届いてないかもです。検品したの、もしかして店長です？お、誰か来たみたい。午後便っていうやつかな。18時きっかりだ。資格なしかよ。みんなクリスマスで浮かれとるとに。葉月はいつでも仕事ばい。無事に終わるように。お祈り。お祈り。ナムナーム。ナムナーム。追跡しましょうか。9時までに全部片付けますね。さあ、じゃあ洗濯隊も解散で良さそうだし帰るか。皆様ありがとうございます。昨夜さんは。ああ、それじゃあ私も一緒に失礼しようかな。スーパーに寄るかい？寄りまーす。流れるように両組っぽい応答。それじゃあ電気消しちゃうよ。部明日早いって言ってるのに。クリスマスが何だっていうの。ダメ、せめてメイク取らな。
仕事が終わって戻ってきたらココアがあるのすごく嬉しいね。うん、葉月さん、ありが。あれ、いなくなっちゃった。お、イルミネッチだ。お疲れ様。あ、お疲れ様。お疲れ様です。ねえねえ、鏡のとこにさ、これあったんだけど、忘れてった？ん？口紅、なんか高級な感じ。やっぱ違うか。そうですね。こういうのってもっと大人の人で。うん、素敵なヒールとかを履いてて、うんうん、いい匂いもして、大人のおしゃれ極めてる感じっしょ。あー、ごめんなさい。それもしかして鏡のとこにありました？え？私のなんです。回収してくださったんですね、葉月さん。あ、どうぞ。はい、すみません。それじゃあ用事があるので私出ちゃいますね。マグはシンクに置いといていただければいいので、はあ、皆さん？なんでもないです。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。です。あ、おめかししてたね。葉月さんって綺麗だな。うち、なんか喋り方変になっちゃってたし。どこに行くんだろう。プライベートって感じだったね。うん、そりゃもうちょっとでクリスマスだし。クリスマスだし？はい。デートに決まってるっしょ！デート？あ、今の、朝日さん！うん。お疲れ様。あ、待ってください。どうしたの？あの私も行くところなんです。お？だから一緒に行きませんか？行くの？ダメですか？いいよ。助手ならいいよ。これ、はい。え？コンパス？じゃあ行くよ。ぐるぐる回り始めたら教えて。霊が近づいてるから。あ、朝日さん！事務所に行くんじゃないんですか！別に。この時間の渋滞に巻き込まれるより電車で戻る方が賢明。そんなことより早く行かなくていいの？あるんでしょ、なんか約束。
デートというのは。だってあんな綺麗で仕事もバリバリって感じで、モテない方がおかしいじゃん。恋人さんがいるかもってことだね。そう今からだったらきっと散歩とかしてさ。さあ、そういうのはわかんのよ。散歩して、それで、多分ご飯とか食べたりするかも。フレンチとかかな。ちょい待ち、冬のデートスポット検索しちゃうから。はいはい、じゃあさっさと行って。わあ、やっぱりイルミネーション綺麗。わあ、みんなわあ言ってないじゃん。こういうところ歩くのかな、葉月さん。お、待ち合わせ場所には相手より先に到着だって。待ち合わせ。じゃあ葉月さんなら待ちましたか。待って、それじゃあ後に来ちゃってる。うん、やば。葉月さんはきっと先に来てて。ああ、じゃあうち彼氏役やる。また。今来たところ。なんなんだか、あの言い方。長くなるんだけどね。ミラクル除菌と瞬間殺菌、いずれも278円。除菌と殺菌って違うの？どうなのでしょう。あやめるとなれば物騒です。それはなかなか示唆に富んだ視点だ。ぜひ一票を投じたいところだけれど。天下たち、
ちゃんと静かにお留守番してた。うん、そしたら大きな音が聞こえてきたの。いつもおしゃれな CD 並んでる。アマナも気になってたの。見てもいいかな。愛サレンダー、愛サレンダー、しー、英語だよ、テンカちゃん。すごい、読めるの。小さくて、見え、わぁ。しダメですよ、大崎さん。ここは寮です。ダメですよ、大崎さん。ここは寮です。わあ！うわ！しー。大声出しちゃったのは、私たちで。うん。コガタンがこたつ出すのを手伝いに来てたんだけど、奥の物置にいたらジュリチーも手伝ってくれて、そんで一緒に奥の物置に行って、そっち足元を気をつけて、そーっと行こう。うん、くしゃ、おお、ちょっと下ろそっか。光っぽいな。あたしたちもめったにここ来なくて。だよね、物置ってそういうところじゃん。うん、ちょっと寒かっただけ。あ、古い部屋はちょっと隙間風入るからな。隙間風は入るし、昼でもなんか不気味だし。確かに奥の部屋とかちょっと怖い感じあるよね。さっき誰か入ってったね。え？うん？さっきドアが閉まって。いや、あの部屋に入る人がそもそもいないっつうか。やだ。奥ってあの部屋でしょ？あそこってそもそも開くんだっけ？見たことない気が。ってことだったからさ、一応確認で言ったの。そしたら、ちゃん、わかんない。行ってみよっか。そしたら、大きながいたみたいで。キリリン、伏せ！わ、急に出てきて、ブワーってこっち来るんだもんね。びっくりしちゃって。アマナ、こっち！うわぁ！ジグザグに飛ぶしな。そう、だからね、みんなでここに飛び込んじゃったの。みんな早く。じゃあここは今シェルターなのね。そうなのです。いや、申し訳ない。心の準備をしたら出動しますので。お家に帰ってもらおうね。
っててもらって、ケーキ。大丈夫よ。得意なの、ガワ。じゃあ、あやめない方の洗剤で決定。そうなると、また候補が数種に及んでしまうのさ。ほら、これもそうだね。ヤシの実の洗剤。値段3倍近いじゃん。ああ、しかし、殺生もせず、手肌にも優しい。それならば、クーポンがございます。クーポンってリンゼのでしょ？やった！バイバイ、ガサン。うん、バイバイ。虫もいけるとかずるいでしょ。ちゆきさんがいれば、寮のみんなが助かっちゃうね。田舎者って言っていいんだぞ。あー、でも備品で網とか買っといた方が良さそうだな。寮の備品買うのに個人のクーポン使うとか。ですが、咲夜さんもすでに倉庫の芳香剤をご自身で。あれは個人の贅沢品なんで。そうとも、まみみの言う通り気にしないでほしい。むしろ共用スペースへ個人の好みを持ち込んでよかっただろうかと心配していたところ。リンゼは歓迎いたします。私はどうかと思います。シナモンの香り。おや、このかぐわしいシナモンには防カビや防虫の効果があるのだけれど。あ、リンゼから着信来てて、ちょっとすいません。あれ、こっちもメッセ。うわぁ、気づくの遅れちゃったなぁ。あ、私も。まみみちゃんから？うん。そうだ、コガタンにも、もう大丈夫だよって伝えなきゃね。どうかなさいましたか？あ、いや、教えてほしいな。シナモンの香りよりも強く、まみみの心を捉えるのは、プロデューサー？うん。と、女の人。速報。速報なのに待たせちゃった。どうしたの？はい、その女性の方と街中を。え？てっきり打ち合わせかと思ったのだけれど、スーツというわけでもないんだ。なんと申しましょう。打ち解けた雰囲気で。帽子が深くてお相手はわからなかった。年若い雰囲気ではあったかな。デートでしょう。あ、小金ちゃん、
ご覧になっておられたのです。っていうか、いた場所がやばい。新築物件を様々にご覧になって。不動産会社のようだけれど、そういうことなのだろうか。そういうこと。例えば、もしもし、おい、リンゼ。まあ、よくわかんねえけど、商店街のあたりなら迎え行くから。待っててくれ。なんだよ、みんなで買い物出てったと思ったら。どうしたんだろう、西条さん。誰かお客さん？はい、どちら様でしょう。ああ、芹沢朝日っす。開けてほしいっす。朝日ちゃん？こんにちは、小宮加穂もいます。カホちゃん、なんだろう。早く開けてほしいっすよ。で、いるっすよね、そこに。忘れてた。幽谷さん、見た人。とりあえず開けるね。なに動眼したと？どこすか？早く教えてほしいっす。ララ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 。その健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も。会場はどうしますか？富める時も、貧しい時も。もう、そんな風に言われると迷っちゃいます。これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け。その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか？ララ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 予算が予算ですからね。あれ？社長？なんて。大丈夫ですよ。内覧会の資料、ざっと見て選んでおきますから。いえ。私に能力ないみたいに言うのやめてもらいたいです。私、
そういうのは時間内に終わらせますので。プロデューサーさんはもっと別のことを頑張ってください。ほら、例のキャロル隊の件もメンバーの調整まだじゃないですか。それでは物件の選定、正午めどでやっておきますね。どのみち、那行までの物件が8割なので。ねえ、そのバイトって神父さんやるんじゃないんでしょ？え？当たり前だよ。このセリフバイトの広告で載ってるだけだから。え、何やるの？じゃあキッチンとか給仕とか。あ、でも見て、結構制服かわいいよ。あー、これ着てお皿とか運ぶのか。うわ、けど小糸ちゃん、時給これだけでいいの？私もやるの？いくらくらいかな。ひななちゃんは？へえ、いっぱい。だって働くんでしょ。朝倉はいくら欲しいの？いっぱい。あはー、ひななと一緒。うん、しなきゃ貯金。貯金するの？やばいって言ってた、老後。どうせテレビ。なんだ、プレゼント買うんだったらやるのに。そうだね。誰にあげるの？パパとママとひなな。みんなのはないんだ。2LDK。 憧れの間取りばい。リビング、ダイニング、キッチン、そいで歌部屋もある。わ、こがん案内一緒に見とったら、そういは。勘違いもいたしましょう。まさか葉月さんとお仕事だったとは。バーリ驚いたばい。あん時寮の中もドタンバタンしとったし。はい、大変だったのですね。ですがジュリさんが網を。ガーでもなんでも来たらよか。ああ、すみません千雪さん、そっちも持つんで。あ、いいのいいの。でもそっか、網も買わなきゃだもんね。こんな時期に売ってんのかな、虫取り網なんて。この辺はどうなんだろう。大きいホームセンターとかならありそうなんだけど。ねえ、何のお客さんって思うかな、店員さん。え？だって私たち結構謎の二人組じゃない。ああ、そんで真冬に虫取り網買ってくとか。何するんだろうね。そりゃガを捕まえる。うわ、
これほどの部屋、持て余してしまいます。もうそがんことなかよ。部屋のいっぱいあったら気持ちもいっぱい増えるけ。一個しか中部屋にずーっとおったら気持ちば一個に押し込まんといけんとやろ。小金さん、ああ、はい、あ、それ私が。あ、はーい、うん、レシートを私持っとくね。5人で割って287円とかかな。今度のミーティングの時に徴収っていいよな。うん。てか店員さん、全然気にしてなかったな。何をか。リンゼは、うちはピカピカの大きいボールとトースターと真っ白いお皿、外国みたいなやつ。調味料もキラキラの容器にいっぱい入れるけ。キラキラの容器に調味料。そう、セージ、パセリ、オレガノ、タイム、マジョラム、そいでピンコの塩。セージ、パセリ、オレガノ。リンゼの部屋はまだ小さく、うん、いえ、リンゼも、リンゼもキラキラの容器を。駅地下、事務所資金、セキュリティ完備。ここしかない。リフォームの見積もり出してもらって。あ、じゃあこれ。どれ？倉庫。重いの？ああ、じゃ、イベントの机、椅子、搬出入スタッフ？いいけど、何のイベント？アイドル関連で敵情視察とか思われると面倒。ああ。椅子とか机も絶対軽くないもんね。じゃあシール貼りとか。もっと楽しそうなのがいい。お菓子食べれるのとかない？そんなのあるわけ。クリスマスケーキって書いてあるけど、そこ。わあ、ブラボーよ。
でもキャロル隊を名乗るんだからもう少し詰めて練習したいわね。はい、もう少しお互いの声を聞きながら。おお、そっか、ちょっといつもと発声も違うしね。うん。よーし、今週末土日いずれかでオッケーか。やっぱり私ダメだった。週末は。教会で歌えるの楽しみ。うん。楽しみだね。もしかしてお人形？嘘、あっちで開けてもいい？それって5分で予定して構いませんか？で、寮の2階に行ったら磁石がぐるって回ったっすよ。見たよね、カホちゃん。はい、回りました。キリコさんが怪しい影を見たって。その影は葉月さんだったみたいなんですけど。でも磁石が反応したから絶対霊がいるんすよ。そうなんだ。この話まだ続ける気？うん、冬ちょっと怖いな。そうだよね。本当にお化けだったりしたら。ちょっと園田千代子、あんたこういうの信じる系？だから言ってるっす。葉月さんが教えてくれたそうです。2階の奥の部屋ならお化けが出そうって。もういい、心配する程でこの話題は切り上げ。でも二人が心配だな。危ないことしちゃダメだよ。で、行こう。そっか、2階。そっか、お化け見つけたくなる気持ちはわかるよ。でも危ないことになっちゃうかもしれないし、二人にはそういう怖い思いをしてほしくなくて。あれ、チョコ先輩。そうだよ、冬も心配だな。園田千代子、危ないことするなじゃなくて歩み寄りと心配のニュアンスが完璧。怖くないっす、科学なんすよ。本当に磁石が回ったんです。ああ、そうよね。そういう気遣いこの子たちには通じない。一緒に行ってもいいかな？
まずは屋上からとか。はい、行きたいです。そんな難しくはないっすけどね。行くっす行くっす。お、待って待って、冬ちゃんごめんね。朝日ちゃんお借りします。お、ありがとう。冬もご一緒してもいい？早く行くっすよ、冬子ちゃん。二人ともなかなかのおてんばじゃないか。お疲れ、お疲れ様です。お疲れ様。そんなにはだけて風邪をひいてはいけないよ。ちょっと暑くなってきちゃって、天下もヒーター弱くするね。タオルを持ってこよう。それは雑巾用じゃないのかな。ここリフォームするんですね。そうらしいね。片付けを手伝ってもらって申し訳ないと言ったら否定されてしまいそうで。来ること私はあんまりないので、天下ちゃんに誘ってもらえたのとってもとっても嬉しくって、今日なあちゃんも風野さんも歌の練習だから。それにここ私たちも使っていい部屋になるって聞きました。ああ、多目的に使うんだそうだ。私たちも入ったことのなかった部屋なのだけれど。千雪さんも言ってた、なんかこんなだって思わなかったって。本当にこんなレトロな衣装を残していたとはね。他の部屋はしっかりリフォームされているものだから。はい、黄金ちゃんのお部屋こういう感じじゃなかったし、月岡さんの部屋入ったの？アンティーカのみんなと漫画を読んだの。漫画。ああ、恋の物語をひそやかにね。うん、レベル高い。みんな仲良しなんだね。仲良し、仲良くなったな。はい、吐きます。終わりです。はあ、もう生きてないよ。コーラスってめっちゃ大変だね。大丈夫？でもアマナ、
しっかりお腹使えてたよ。わ、本当？褒められてるじゃん。ちょい、うちにお腹触らせて。あら、大事なことよ。横隔膜の動きは理屈で学べることではないもの。夏葉さんのお腹もとっても歌ってた。マジ？触らして触らして。ええ、歓迎よ。行くわね。どうですか？まのちゃん。いけない。タオルを持ってこなければ。大丈夫です。キュ。ほら、遠慮は毒さ。すぐに戻るよ。あの、それじゃあ取りに行くのお手伝いさせてください。おや、私の部屋に？まのちゃん大胆。それなら二人ともさらっていこうか。あ、て、天下もいいの？もちろん。ついでに着替えもどうかな。私ので恐縮だけれど。おいで。はい。ごめん、おまた。あれ、どこか行くの？お疲れ、めぐるちゃん。どこだと思う？え、どこどこ？あ、私も混ぜて。あ、割れ物、綺麗にまとまってる。そうは言っても、アイドルを誇りまみれにできないし。誇り払って、動線だけ確保して。明日は9時に来客。6時には起きないと。お父さん、静かにして。起きちゃうでしょ。もしかしてお人形？嘘、あっちで開けてもいい？あ、絶対お父さんってバレないようにしてね。
6時47分。嘘。え？葉月、おはよう。おはようございます。失礼します。うん。あ、小金さん、経費精算今日までですので、お願いしますね。うん。何がメリークリスマス。それどころじゃないんだって。ずっと。クリスマス前はいっぱいお仕事するよ。それぞれのお仕事もありますが、この週末は3人で生放送番組にもお邪魔します。一曲歌わせていただくので特訓中です。お腹で呼吸。お腹も忙しい。どうどう、夏葉さんくらい腹式できてるかな。まだまだ。夏葉さんは本当にすごいから。ねえマノ、聞いて、日和がキャロル隊のこと自慢してくるよ。いいな、ひよりちゃん。それは、じゃんけんに勝ったから。嘘。神聖なじゃんけんだから、恨みっこなし。うん。生放送とコーラスの日が、かぶってなかったらよかったなって思うけど。でも、待ち時間で掛け持ちしなきゃいけないんだもんね。うん。みんなでは抜けられないよね。日和に託した。私たちの分のお腹の息。あ、それじゃあ今日も日和ちゃんあっちの練習だし、寮のお手伝いどうかな。いいね、行こう。え、いいな。お合い子だよ。12月楽しいな。ここはなんともない。おかしい、前はこの辺通った時磁石が回ったのに。そう、双眼怖かこと言わんとって、なんもおるわけなかよ。またね。一つ提起をしたいな。こたつには可能性がある。このこたつ本当にあったかい。それにヒーターとかホットカーペットとかより消費電力って少ないのかも。そう、消費電力に比してよく暖が取れる。おお、じゃあ今月の目標にも合ってるってことか。冬場の諸経費の節約について。ああ、私たちが主体となって考えるべき問題だと思う。事務所の方もいろいろ取り組んでるみたい。うわ、なんだこれ、
スイッチ入れてないのに動いたっす。やっぱり霊がいるんだ。そう、そういはロボット掃除機、声で命令したら動くけ。え、そうなんすか、命令したら動くっすか。奥の部屋の改装も結構費用がかかるんだって。なかなかのアンティークだったからね。年末にかけてすごく出費が多いとかって葉月さんも言ってたっけな。クリーニングだけでもあの量です。やりくりとかさ、きっと大変だよな。うん、結構いろんなものが事務所のお財布からだから。あ、社長。葉月、ご苦労、上がりか。そんなわけないじゃないですか。銀行寄って寮の方を見て直帰します。相変わらずだな。相変わらずなのは誰のせいです？社長もこの後外出ですよね。ああ、少し出てくる。先方への手土産3000円超えちゃう場合は申請お願いしますね。いつも月末には申請しているだろう。今月忙しいんで都度申請でお願いしたいです。3000円未満でも明細はもらってきてくださいね。失礼します。やれやれ。さて、何を買ったものだろう。眠っていては聞けもしないな。掃除機、右行け。うわ、これドリンクバーのやつだ。すごい。そういはエスプレッソマシン、ジュースは出らんよ。そうっすか。なんだ、なんか飲む。走って、うち喉ばかわいたばい。じゃあこたつで節約っていうのも要検討。あとは備品とか見直すって感じか。そうだね、共用の備品や消耗品、今は希望すれば何でも購入してくれるけれど。はい、無駄もございましょう。ティッシュとかつい肌触りのいいものって思っちゃうけど、食堂のは普通で問題ないんだもんね。あ、ごめんなさい、足ぶつかっちゃった。ああ、大丈夫です。私もちょっと崩しすぎてた。って、悪い、リンゼ。ぶつかっちゃったか？いえ、リンゼも、崩しておりましたよね。申し訳ございません。昨夜さんに。ん？いや、私ではないようだけれど。ごめんね。私さっきと反対側に足向けちゃったから。英語はわかるかな。ゴーゴー掃除機。いや、アサヒ、もう霊はいいのかい？いいっす、後で探すっすよ。バック、掃除機、バック。確かに霊より神秘的だよな、それ。あれ、バックはできないのかな。おー
ーい、バーク。アサヒちゃん、もっと仲良くならなきゃ。お願い聞いてくれないのかも。え、掃除機様、バーク。うわ、リンゼちゃん、こいつと仲いいっすか？日頃よりお付き合いいたしておりますゆえ。いいなあ、リオ。ここ気に入ったっす。みんなだけ住んでるのずるいっすよ。いいものいっぱいっす。あ、これはやられたね。やっぱ贅沢かな。シナモンの芳香剤、こんなのオーダーしたっけ。じゃあね。おこた、また入れさせてね。うん、後で連絡するから。あれ、葉月さんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。今寄ったところで。皆さんお掃除ですよね。なんだかすみません。ううん、すっごく楽しいから。そうそう、三峰も楽しんでます。そういうことみたいです。でもクリスマス前は皆さん忙しいですから。それはお互い様ってやつでしょ。次の土曜もいろいろ重なってるし。ああ、うちは生放送と日和のコーラスが重なってるの。うん、うちも営業のステージがかぶってて、アルストロメリアもラジオがあるでしょ。うん、じゃあ洗濯物もいっぱいだ。そうだね、洗濯物だけでもいっぱい。あの部屋だってさ。それは本当は私のお仕事ですから。皆さんが埃まみれになったら私が怒られちゃいます。そこはあれじゃないですか、働き方革命。わ、なんかかっこいい。それもお互い様です。お仕事以外の時間はちゃんと休んでくださいね。それは大丈夫です。プロデューサーにもよく言われます。ちゃんと休むことは力を作ることだぞって。ええ、そうですよ。お休み革命です。強い革命来ちゃった。はい、どうぞ。ホットミルクだ。それやっぱり三峰たち用だったか。ありがとうございます。うん、働きすぎ革命の味がします。いいえ、帰り道冷えないようにしてもらわないと。私のお仕事なくなっちゃいますから。はずきちさんにはかなわないな。あとは本だけ。すごい量。国際法、人倫の刑事上格。はあ、誰のよこれ。
久しぶりだな。ブラックでよかったよな。線香代わりだ。お前もこっちの方がいいだろ。本当、誰のなのよ。それから報告も一つ。もう売っちゃうから。え、蔵書印ついちゃってる。値段つかないじゃん。これ、いいよな、もう。開けちまうぞ、あの部屋。もしかしてお人形？嘘、あっちで開けてもいい？これ中身合ってる？これ消防士さん？ええ、はい。いえ、全然。明後日はイルミネの生放送にプロデューサーさん、アルストロメリアのラジオ収録は皆さんにお任せ。私がアンティーカのステージのアテンド。懇親会に皆さんを残してキリコさんを連れてコーラス会場。ないですよ。だから。私のお仕事はバリバリサポートすることですから、頑張りましょうね。はい、それでは二人組を作ってください。どちらか一人がお腹を押さえて腹式の補助をお願いします。はい。
いします。それはいいわ。小糸は丁寧に練習しているものね。その格好じゃね。ケーキ売り場外らしいけど。え、ベンチコートとか貸してくれないの？知らない。大丈夫大丈夫、芸能人枠だから。今日あ、すみません主任。はい、弊社タレント3名この後入ります。あ、はい。いろんな考え方がありますから。でも応募してきた時はびっくりしました。はい、お電話変わりました。バイトの面接の件ですね。あ、はい、週末のケーキ販売スタッフなんですけど。友達もいいですか？大丈夫ですよ。面接に来られる方のお名前とご連絡先を教えてください。あ、はい、名前が、はずきさん、アイドルのお仕事にしてくれてすごい。ケーキ売るのも時給も変わらないけどね。来るかな、握手とか写真。ママが買いに来るから、トール先輩握手してね。おお、うん、うちも来るって。おお、ホールケーキいっぱい売れるね。優秀。すっごー、町内会さん超気合入ってるじゃん。素晴らしいわ、ここで歌うのね。さあ行きましょう。しっかり体を準備してからリハーサルよ。はい。みんなもバイト頑張ってね。来てね、アマナちゃん。お腹いっぱい動かしてね。うん、二人も取材よろしくお願いします。皆さん、それではあとはよろしくお願いします。行きましょうか、キリコさん。
忘れ物はないかな。うん、寒くなかね。こい、カイロも持ってって。うん、はい、のど飴。うん、なんで。お待たせしました。いえ、少しでも体休めながら行きましょうね。なんでドレスの人形じゃないのって思ったの、正直。頑張れ。でも、一曲だけ、ダンスもなし、おまけにソロなしのコーラス。ボランティアっていうのはいいけど、だいたい繁忙期だから各ユニット一人って話じゃない。まあそうだけどさ。メイちゃんが行きたいなら行けばいいっす。行きたいんすよね。うん。はっきりしないわね。なんていうかさ、ユニットの代表みたいなのは。自信ないっすか？ごめんなさい。葉月さん、リハ終わってますし、あんまり出しすぎると喉痛めちゃいますよ。おう、オッケー。もうちょっとしたら戻るから。とっても気合が入ってるんですね。どうせ遠慮でもしてんのよ。二人の方がすごいし、遠慮とか。だったら本番、あんたがセンター取るくらいの勢いで歌ってきなさい。メイちゃん、真ん中で歌うすか？そういうあれじゃ。それなら代表っすね。リラックスしてください。大会とかじゃないんです。そうなんだけど。今日は、すごい勢いでやらなきゃ、ダメだから。あいつ、ちゃっかり真ん中じゃない。そういえば、並び順を決めていませんでしたね。練習の時みたいにする？そうね、6人じゃ2列ってわけにもいかないし。
うん、大丈夫。うちが真ん中立ってもいいかな。ララ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 。みんなの方が あの超うまいからうちでいいかどうかは。コーラスは響くものだから。ええ、調和こそが醍醐味だわ。それって、コーラスにセンターはないの。ララ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 ラ あ、そっか、うちなんかでもアマナは賛成だよ。メイちゃん、真ん中でアマナの声いっぱい聞いてね。アマナちゃん、そうしたらもう一人真ん中に入らないと。6人だもんね。確かにそうだわ。立候補推薦はないかしら。ラララララララ中でお腹いっぱい動かしてくれる人。ピッピッ。ラララララ。レイ、ブラボー。まあまあね。さあ行かなきゃ。町会長さんにお礼、控室撤収、イルミネの引き上げ、プロデューサーさんと合流して寮の粗大ゴミまとめ、衣装回収。こっちの方がいいみたい。ことがやりたいみたい。お父さん、いらっしゃいませ。ケーキいかがですか？はい、あ、
すみません、かまぼこは一緒にお会計できないので店内でお願いします。予約表いいですか？ありがとうございました。全然握手どころじゃないね。はい、こっちの四角いのも美味しいです。あれひなな？ノクチルのみんなだ。ねえ、なんかアイドル来た。キュ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 ッ。すごいです。ピカピカになりました。はい、秘伝の作法でございます。秘伝？水と新聞紙だけなのにすごい。経費節減です。そうだ、衣装のお洗濯とリフォームのお金になります。はい、きっと。ですが、はぁ、リンゼさん、指が冷たくなりましょう。はあ、はあ、それはリンゼさんもです。だからお返しです。はあ、写真？そしたら向こうで撮りましょうか。知らないで来て悪い。悪くない。というか、巻き込んでごめん。行かなくていいの？行くけど、この午後ってサイズのやつください。これは1800円になります。2000円で。はーい、お釣りお待ちください。握手してってよ。え？1個買ったら写真か握手ができる。おう、この後も頑張れよ。はーい、200円です。ひななも握手。買ってなくない？おー、確かに。すみません。はーい、お包みします。
ケーキは売れてます。買わないならどいてください。そこお客さんの邪魔なので。テンプレートみたいな説教。はーい、受けたまわります。まあ、うん、やろう。時にはあらかた。そう、運び出すものはほとんどまとまっていたの。さすが葉月ね。お、夏葉も戻ってたか。ええ、さっき来たところ、拭き掃除を少し手伝わせてもらったわ。ほこりっぽい感じももう全然ないね。静かだな。うん、なんかすっきりして、音も一緒にしまわれちゃったみたいな。不思議です、縁もない部屋ですが。ガランとしてしまうと寂しい気もするわね。じゃあケーキ、ケーキ出すか。プロデューサーさんももうしばらくしたらアンティーカのお迎えじゃないですか。それじゃあ行きましょうか。ミシェルちゃんより私のこと考えてよ。
夢を持ってる人を応援する弁護士なんだなんてよくわからないんですけど、忙しくって家にいない人で、だからクリスマスなんていつも、ああ謝らないでください。急に昔話みたいなことをしちゃって、だからなんとなく反発しちゃうっていうか、こういうのあんまり素直にいただいたことはなかったんですけど、今日はメリークリスマスです。ここってどんな人が住んでたんだろうな。多分元から倉庫って雰囲気じゃねえからさ。あの本とかも昔住んでた人のものだったり。わかるわ。ここは何か時間が止まっているような感じがするもの。リンゼたちも誰かの後に住んでいるのですね。ああ、そうなるよな。誰かか。アイドルの人もいたりして。アイドルの人。あの本の持ち主とか学者とかかもしんねえぞ。学者さん。ずいぶん古い建物だから想像をかきたてられるわね。小金さんが以前、部屋が多ければ気持ちもたくさんになると、今は少しわかるような気がいたします。あら、解きほぐしたい言葉ね。わかんねえけど、なんとなくわかるな。実際ここ開いてからなんか寮来るやつも増えたし。そっか、そしたら気持ちが増えてるってことになる。面白いわ。空間が増え、人が増え、感情が増える。時間も増えましょう。時間、ここに住んできた過去の人々の時間ということよ。今隣にいる人たちの気持ちだけではなくて、昔ここにいた人たちの気持ちもきっとある。おう、それなら未来の人たちの時間もあるんじゃねえか。これから来る人たちってことだよね。ますます面白いわ。横に広がる部屋、縦に広がる時間、ここはもう世界じゃない。プロデューサーさん、葉月さんもお帰りなさい。はい、皆さん今日も終日埋まってたのにありがとうございます。いえ、ここには来たくて来てるんです。出費たたんで葉月も忙しい期間でしょ。何か手伝いたいの。皆さん、決めたんだ。
それはそうだけど。ぜひお願いします。私たちもここを作るチームなので、相談して一緒に支えさせてください。はい。いいな、リョウ。あら、さっき確認したばっかりよ。私たちの部屋は横に広がっているの。うん、そうだね。じゃあ、うちもつながってる。ええ。カホのお家にも、私の家にも。うん、他のみんなの家も。はい。まだ知らない誰かにも。そんで、私たちの気持ちもいっぱいになってくんだよな。嬉しいわ。何かしら。あ、かぶりました。